希望 YouTube。 ごきげんようじ、おはようじ、どうも近藤ようじです。アコギミの桃井ピクです。お願いします。はい、どうも、うちゃんこなしです。はい、どうも、桃くんです。はい、というわけで前回に引き続き WeGo 東京さんにお邪魔しているんですけれども、今回はね、WeGo では今話題のフィラ、わかります？わかります。スポーツブランドのね、フィラの商品がたくさん置いてるので、その中のおすすめのコーディネートを紹介していきたいと思います。それではいきましょう。着替えてきたんですけれども、どうですか着心地は？いや、すごい暖かいですね、これめっちゃモフモフしてるもん。どうやって言うんですかね。なんか分かんないけど、触り心地がいいやつ。ふわふわなんですよ。あ、本当だ、中も暖かいからいいね、これは。なんか一気にでもなんかこうモコモコ感が出て、ちょっとだけキュート感が高くなるから。刺されますか？うん、いいと思う、かわいい。どうですかこれ。これはね、俺結構ね、ダウンね、今年の冬めっちゃ着てて、ダウンあったから速攻これにしたんだけども、めっちゃあったかいし、しかもボリューミーだから体が華奢なのもカバーできるし、で俺着方としては結構こういう風に肩をね落としてそう着たいから、結構いいサイズ感でおしゃれじゃない。しかもめっちゃおしゃれですね。普通こういうのが足らない人多いですよね。うん、だから俺真っ黒しか持ってなかったから、こういうなんかドーンって入ってるのは可愛くていいと思った。中もね赤で派手だし。はい、というわけで続いてはね、女性陣に着替えていただいたので着てもらいましょう。どうぞ。イエーイ。はい、こんな感じでございますけれども、ございます。ちょっとなんか説明して。これは結構もう男女兼用で着れるタイプで、うん、もう冬にあったかい素材なんですけど、めっちゃあったかいですよ、本当に。あったかそう。結構裏着も多いんだね、やっぱり。そうなんですよ、めっちゃあったかくて、私寮で働いてるんですけど、うん、本当にこれめっちゃ売れて、あのカップルで買っていく方とかすごい多くて、学生さんとかもすごい幅広く着れる感じです。この何、このとっくりじゃねえや、タートネック、タートネックがね、すごい可愛くて、そうなんです、暖かいです、うん、いいね。私はこの最近よく原宿系女子で着ますよ、着てる。そういうショート丈だね、結構ね、ショート丈です、うん、だから長いのとかして、うん、ちょっと合いますね。可愛 い, 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 いこれだから、あえてこのボタンはないんだね。ですね、うん、ないですね。でもがっつり開けちゃって着るって感じなんだ。うん、なるほど。あったかいのと、セクシーな、いろんなのが出てますね。ね、本当にいっぱいある。だって俺マフラーもあったのにすごい可愛くて、これ、かわいい、めっちゃ可愛くない？これを、なんだろうな、お年玉？お年玉。お年玉で、お年玉プレゼントで彼氏とかにあげてもいいと思う。確かに今年もよろしくね、ってみんな。かわいい、これめっちゃかわいい。ちょっと俺普通に欲しいなと思いました。はい、というわけでこんな感じでね、フィラのおすすめコーディネートを紹介したんですけれども、どうでしたか？こういうファッションあんましないんですけど、うん、着てみたりとかみんなが着てるの見て挑戦したらめっちゃ思いました、うんうん、ぜひね、今年の冬は挑戦してください。はい、どうでした？私は結構スポーツブランドよく着て、うん、ダボって着るんで、うん、すごい好きです。全部着たい感じ、もっとなんかこれからもどんどんね、フィラの商品出るみたいだからね、気になるね。モモ君は？いや、あんまりフィラを着ることがないんで、うん、今回でもすごいいいなと思ったので、うん、今はぜひ買ってください。スポーツミックスコーデっていうのはね、やっぱりちょっと結構かっこよく着る人もいるけど、なんかスカートとかでこういう風に合わせてね、可愛くも着れるので、皆さんもよかったらね、フィラでスポーツミックスコーデしてみてください。オチは、はい、オチは分かんない、俺の動画にオチとかなった。これがオチ、これがオチ。恥ずかしいんだけどやめて。止めて止めて、恥ずかしい、普通に恥ずかしい。こんにちは、希望東京原宿店のご来店いただき誠にありがとうございます。12月25日は近藤ようじさんの誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。はいはいはい、大丈夫、またお店を。ありがとうございます。やったー、嬉しい。25歳になりましてですね、25歳は
怪我がなく、頑張りたいと思います。ようじさん、おめでとうございます。ありがとうございます。